新年明けましておめでとうございます。どうもまことです。はい、今回ですね、僕一人で映っていることは、そうですね、ドッキリです、こちら。はい、今回ね、何のドッキリしていくかっていうとですね、レオさんがね、最近なんかもう YouTube 撮る気ないんかなと思ってるんですよ、僕ずっと。なんかね、ダンスの振り付けとか、その仕事ばっかりしてるんですよ。ダンスばっかりしてるんですよ、あいつ。おかしくないですか？おう！もう動画僕が動かないと、もう汗もレオも動きないんで、僕がもう、動いて、動いて、動いて。ってことで考えてきました。その名も、宝くじ当たったよって言ってディズニー行きましょうって誘って、当日に嘘でしたっていうドッキリ。はい、ということでね、まあ説明しますと、僕がね、宝くじ年末ジャンボ当たったよっていうことをね伝えます。で、まあその当たったから一緒にねディズニー行こうよって言って誘って、僕全部出すからって言って嘘をつきます。で、多分あの二人ね、コロナとか関係なくアホやから、おい行こう行こう行こうとか言うんで、でそこにまあちょっと女の子と遊びに行こうよとか言うたりしたらね、あいつらもアホやから信じてね、行こう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 って言うと思うんで、ね、ちょっとそこをね、ビシッとね、当日閉めて、朝5時6時ぐらいにね行こう言って、で駅前で落とし入れたのかなと思いますんで、皆さんその様子をね、ご覧あれということで。でこの後ちょっとレオがねもうすぐ来るんで、行こうよっていうところを伝えていきたいと思いますんで、皆さんちょっと隠し撮りでチェックしておいてください。ではレッツドッキリ。めっちゃ寒いんやけど、冷え込んできたもんな、だいぶ。え、冷え込んできたもんな。冷え込んできた言うやろ、冷え込んできたの。冷え込んできた。じゃあそれ、レオ、ちょっと話があるんだな。話があるんだ。大事な話。何だよ、ちょっと俺仕事あるやん。いや、話があるんや。絶対喜ぶ話やから。何だよ、喜ぶって。ちょっと待って、旅行行かん。え、誰、なんだよ、お前行く。オッケー。え、アザも連れて行こうかなと思ったよ。もう行っちゃいな、お前ら3人で。俺らそ3人で何を行くねん。ディズニー。ディズニーあるよな。全部俺出すし。何を？その費用というかお金というか。殺すぞ。出したことないの、一個も。全部出したことない。全部俺やん。だから出させてくれ、今回。いや、お前な。飯代とかも無理なやつやな、うん、ディズニー何本からか知ったの。いや、だから俺行ったことないと思う。ええとこ取ってさ、ホテルも。何しん、何でお前そんな金持った。いや、ポケットの中で。じゃあなんでやねん。何じゃ。じゃあほんまに、でも誰にも言われてどうしたんやけど、何すんの。俺さ、まあ、年末でも買ったやんか。じゃあディズニーにしてみろ。何、年末でも買ったやんか、この間、うん、ディズニーとストレートとかさ当たって。何が、ジャンボ、年末ジャンボ宝くじ。何言うと思う、嘘つくな。100万嘘つくな。ほんまやって。嘘つくな、ほんまやって。なんで当たったの。おう、じゃあ当たったんやって。マジで嘘つくな。マジでマジで当たったんやって。マジで言うと100万。100万、やば、ほんまなの。ほんまにほんまにほんまに当たるもんな、そんな。マジで。え、年末ジャンボなんか当たるの。で、明日換金できるんよ。え、金が。そうで、だから100万、うん、もらうの。100万、そのままもらえる。どうやって、お金どうぞって。うん、銀行行くらしいけど。銀行でもらえるの。マジで、マジで。え、どうするの、それ。どうするの。え、だからくれるの。いや、いつもお世話になったやんから、嫁は、うん、ご飯とかおごったりとかな。だからまあちょっとそのお返しというか。マジで。どうすで、予約したんよ。何を。あさって。え、何を。ホテル、ホテル、新幹線と。ディズニー行ったことないよ。なんかで、え、ディズニー何だと思って。2泊3日でさ。え、じゃあディズニーのホテルあれ。そう、そこ取ったって。マジで言った。汗も連れていく。汗連れていく。同性会だって撮影もしたいやん。ディズニーランド撮影やろうや。夢やん。やばいな。夢の国で撮影ってなんか。え、もう予約まで予約した。予約した、予約した。3人分、うん、え、部屋もどれやって。別々部屋も一緒の方がいいかな。なんでやん、そこケチん。別々にしとくわ。ちょっとできるできる。
全然いる。もう金持ってかんの、ね、全部送る。ただ2泊3日やから、その着替えとかだけちゃんと持ってきちゃったよ。あ、服とか、うん、そう持っていくけど、えで、ここ行くの。おはようございます、誠です。いや寒いですね。今現在、6時半頃ですね。今レオさんが待ってるんですけどね、ちょっと遅れてますね。今ちょっと寝坊してるみたいで、新幹線の時間ちょっと予約変更しました。ちょっともう少しちょっと待っていきたいと思います。あ、お、来てる、おるおる、ちょっと待って、汗リュックやんな、あれレオキャリーケース引いてきとるやん。え、あいつはバカやん、バカやん、あいつ行かへんのに、アホやろスヌーピーってアホやろ、あいつやばいやばいやばい、変な人来た、変な人来た、変な人来た。おはようございます。おはようございます。おはようございます、マトさん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。違う、マジで寒すぎる。え、ちょっと行こうか、半子。あ、もう行くっすか、時間っすか。え、ちょっとでも予約時間変更したよ。寝坊したよな。はい、すいません、合わせ、これ乗して、俺レオ遅刻なぁ、起きれるわけないやつ。時間変更したよ、だから昨日マジで忙しくてさ、ずっとゲームして、漫画見て。バカ忙しいっすよ。何見たんですか、漫画。いやいや、何やエロ漫画。夜更かしで送れんだよ。エロ漫画って今この時代エロ漫画ってやつある。エロ漫画って何やねん。違う違う、あ、でもあれちゃん開けましておめでとうございます。まあ2人とそれだけ撮りましょう。新年開けましておめでとうございます。あー、ただの時刻朝6時ちょいです。嘘です、もう7時前です。7時前ですもん。言うな言うな言うな、1時間遅刻よ。えぐい、えぐすぎ。じゃあね、今日はね、なんかね、あのね、誠くんがね、僕らに感謝の気持ちを。そうね、なんか、ビリビリとかね、登ってるらしいって。うん、観光のね、そうね。見てくれたね。えい、え、そんな感じですか。かわいい。これもディズニーのあの有名キャラじゃないですか。ユニバじゃん。じゃあディズニー行ったことないよ。だけど気持ちだけやと思って、このスヌーピー被ってきました。意識が高い。見てください。おる。中におるやん、ちゃんと夢の共演。ポグミキー中にちゃんと。レリジョイレリジョイ忘れちゃいな。楽しみにしてました今日。えぐいっすね、寝れへんかったっす昨日、楽しすぎて。俺マジでゲームしすぎて寝れへんかったっす。ホテルは一人部屋に変えてくれたやろな、ちゃんと。一人一部屋っすか。当たり前やん。当たり前なんすか。えぐ、夜何があるかわからんやろ。夜何があるかわからんやろ。なんか弁当とかもだから新幹線で悔しくるやろな。え、シェフ呼んでないですか、弁当。それは呼んでへんよ。けど何持ってきたんですか、そんないっぱい。ネット服とかパソコンとか。でも向こうでもやっぱ一応ちょっと仕事するかなみたいな。確かに、うん、ね、何泊でしょ。1泊使いしたっけ。2泊3日。でもやっぱでかすぎでしょ。予定知らん。いや、そんな何があるかな、着替えないろ、どうせ、うん、何回着替えない。濡れたりすんやろ。ああ、もう確かにね。それは聞いたことある。こんな時間寝てたら終わりよ、設定ではな。凍る、うん、え、でディズニーだけじゃないやん。うん、うん、まあ確かに聞いた話によると。ちょっと言えんけど、プラン的にはね。ちょっと女の子と遊びに行こうよ、言うたりしちゃうね。あいつはまだ信じてんね。行く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 って言うと思うね。まあ何が濡れるんかって話。設定ではな、うん、何が濡れるんかなって。レリジョイレリジョイ忘れちゃいな。行こう、行きましょう。いや、どこ行くん。新幹線、え、新幹線多分ここから上乗って上ないよ。上に上がらなあかんじゃん。どこ行くんって。タイム歩かなあかんじゃん。どこに行くんって。新幹線。え、何言うとん。切符買いに行きましょう、最初に。切符や、切符。ああ。何言うとん。え、切符。どこ行くんって。切符買いに行きましょう。どこ行くん。上やって新幹線。先上がろうって。ね、嘘やって。
嘘やって何を言ったんすか行くわけないやん。どこに行くんすか。ドッキリよ。何から行く。どこ嘘やって何から行く。何から行くってアトラクションっすか。ちょ行くわけないやん。何で行くんじゃ。どういうことっすか。何が嘘やって何からさどえタクシーで行く。宝くじなんか当たるわけないやん。タクシー宝くじ当たるわけないやん。宝くじなんかちょ待ってやばい集合何を言ってんの。集合何を言ったお前。時間長いっすって。何がちょ行かへんねって言ったから。何行かんってどういうこと。何で行かんの。どこに行かんの。ディズニーみたいなこと。行かへん。東京観光だけ。何を言うとお前マジでバカじゃんお前。こっちも言ってるから大きい声出るわこれマジで読まんないって。はい行きましょうって。ここまでがほんま嘘なの。何がどういうこと。全部嘘やん。宝くじから嘘。何でしょう。まだお前マジで意味わからんだよ。クロスだよお前マジで時間え何を言うと。え、だから宝くじから嘘。宝くじが嘘だとするやん。うん。よ、行こうよ。でもどっちディズニー行かない。行かない。ないお金で行け。ないって、俺財布今日入れてきてんもん。何も。お金ないのそんな。これ全部ちゃう。どっからえあの電話から嘘とかですか。え、そうやで。やば。前やろ。だから加担したんよ、こいつも。こいつもやろ。加担した。こいつ知っとた。え？どういうこと？いやいや。何にも少ない。いや俺パンパンする。お前リュックのこれも一人で考えたんそれ。え、そう。いや二人がさ、なんか最近何もせんからよ。え？え？何もせんからさ。いや何もせんからこれもう。いや違う。それどないしたの朝起きて。それとこれとの関係。全部予定もずらして。ほんまに。まあそれはまあ。まあこういう企画ってことでね、収めてもらって行こう行きましょう。いや無理昨日お前なゲームとかしとったらもうそっちゃくさいけど、まあ、どんだけ YouTube でディズニー見たか分かったんかお前パレードみたいな。何がおもろいんちゃう。何笑ったんすか。あいつ開いたんかディズニー絶対そうっすよ。いやまあ映像が撮れました。行くっすやばい。どうするそれは行ってきてよ。2人どこまでの嘘。ほんまのマジでいいかな。全部嘘やった。嘘とんすかマジで。全部嘘マジでいいんだよこれ。エグいってアホやんこれ。お前やばいよ。昨日お前口笛吹きながらもうこうフグ詰めおったわ俺。どんな感じですか。ミッキーマウスのそれしか知らんから。なんで信じたん。ミッキーマウスの次のここの時口笛あんま口出んのよ。いやマジで信じたん。いや行く思うやろお前。行くって思うでしょあんだけど。いや絶対嘘に決まってんそんなん。やばお前マジで。エグいって。ドッキリ大成功で終わりましょう。はい、いやせーの。これだって終わってしまったらほんまに行かなさそうやから。いや行かんねん。死ぬまで回すっすこれ。行かんねん。マジで何回も行かんって。新幹線はある絶対。いやもう遅刻してあんだけ蹴られてやで。いやそれは自分で行ってきても。お前怒っとったやん遅刻した時。いやそれは一応そういう設定やからな。やって設定やからな。やばええ言葉ですわ。設定やからな。そういう設定やから。設定やからなといい意味でとかもうそんな使えることはやっつかやつ嫌い。まあ今回はこういう企画やったんでね。しんどめんだよ。今度またほんまに行きましょう。バリ早起き頑張った。次回またほんまに行きましょう。信じるか。なんかレオさん切符買いに行ったらしいですよガチで。我慢ならんとか言って。マジで。なんか見よう。あぜちょっとなあぜがなんとなく嘘って分かっとったやろ。いやもう半信半疑ですけど結構ガッチリ準備してきたんで。行くんやったら行くでって。どこ行ったんですか。来た。もう我慢できんかい。切符買ってきた。切符買ってきたんですか。なんでやねん。マジで帰りましょう。帰ろ。帰りましょう。マジで行ってくる。えぐいっすよ。無理。なんでやねん。えぐいっすよ。帰ろ言ったけど仕返しすごいからな。帰ろ。帰りましょうってりょうさん。俺別に東京にも友達おるし。お前ら緑金玉。緑金玉帰りましょう。帰りましょうって。あ、もうお前あのな行くわけって。これあの向こうに行く言うとうし友達にもめっちゃ格好つけて言ってもだから。アホやめっちゃ言った何人にも。何人にも言ったよ。意地でもじゃあそうする。何人にも言った。千葉の人に。東京やったけど千葉は知らん。覚えとけよ。やばやっぱあいつアホやな。皆さんすごいわ。見てくださいそのスヌーピーの被り物かぶって東京行きます。マジでアホやな。入ってた。お疲れした。お疲れした。
口にばらまくネームとダンス、見てる奴らはオーバードーズ、狙ってまとめるホーリーワン、 We are pro bus only one。